皆さんこんにちは、田中理恵です。今日は自律神経を整えてメンタルを安定させるストレッチをやっていきたいと思います。今回のストレッチはあぐらの状態で呼吸を意識しながら肩甲骨だったり上半身をほぐすストレッチになります。なんとなく元気がないなとか調子が上がってこないなって方いませんか？特にデスクワークが多い方、普段からスマホやパソコンをたくさん使っている方はきっと背中がねこう丸くなっている方が多くて、肩甲骨周りの筋肉がガチガチにね固まっている方が多いと思います。で、肩甲骨周りの筋肉が硬いとやっぱりこう頭痛だったり肩こりだったり、まあ、イライラだったりむくみだったり体の、ね、不調を引き起こすことがよくあります。このストレッチで肩甲骨周りをしっかりほぐして不調も防いで自律神経がね整って、また姿勢がね良くなってくるので、深く呼吸をすることができます。メンタルが安定する効果が得られますので、ぜひ皆さん一緒にやってみてください。それでは用意スタート。まずはあぐらの状態で深呼吸します。ゆっくり深く吸ってゆっくり吐きましょう。肩の力が入らないように意識しましょう。今度は首を回していきます。ゆっくり自分のペースで回していきましょう。呼吸を止めないで行いましょう。はい、反対。反対も同じように首を回していきます。ゆっくり自分のペースで回していきましょう。呼吸を止めないで行いましょう。次は腕を大きく広げて自分をハグしましょう。腕を広げるとき胸を開くように意識しましょう。スピードよりもしっかりしっかり腕を広げて自分を抱きしめるイメージで行いましょう。次は片方の肘を床について、反対の手は耳の横から大きく斜めに伸ばしていきましょう。できるだけ遠くに伸ばすイメージで行いましょう。体を少し前に倒したり、自分が気持ちよく伸びるポイントを探してみましょう。はい、反対。反対も同じように片方の肘を床について、反対の手は耳の横から大きく斜めに伸ばしていきましょう。無理をせずゆっくり自分のペースで行いましょう。脇の下がしっかり伸びているのを感じながら行いましょう。次は足をクロスさせてお尻を伸ばすストレッチです。しっかりお尻が伸びているのを感じましょう。背中が丸くならないように上から吊られているようなイメージで行ってみてください。はい、反対。反対も同じように足をクロスさせてお尻を伸ばしていきましょう。背中が丸くならないように上から吊られているようなイメージで行いましょう。呼吸を止めないで自分のペースで行いましょう。次は腕を上にまっすぐ伸ばして、そのまま腕を曲げて下げる、これを繰り返しましょう。
腕を下げるときは肩甲骨から動かすイメージで行いましょう。背中が丸くならないように意識して行いましょう。呼吸を止めないで自分のペースで行いましょう。次は肩に力を入れながら上げ、力を抜いて肩を落とす。これを繰り返します。自分のペースでしっかり行いましょう。力を入れて抜く。これを感じながら自分のペースで行いましょう。呼吸を止めないで自分のペースで行いましょう。次はバンザイをして腕を広げて閉じる。これを繰り返しましょう。背中はなるべくまっすぐで行うように意識しましょう。バンザイをして腕を広げるときは肩甲骨を寄せるイメージで行いましょう。腕を閉じるときは手のひら、腕、肘をぴったり合わせるイメージで行いましょう。難しい方は無理のない範囲で自分のペースで行いましょう。次は肩を回していきます。まずは肩に手を置いて前から後ろへ回していきましょう。早くなくて大丈夫です。呼吸を止めないで自分のペースでしっかり回していきましょう。肘で円を描くように回していきましょう。はい、反対。次は後ろから前へ回していきましょう。ゆっくり確実に自分のペースで行いましょう。肘で円を描くように回していきましょう。最後は最初と同じように深呼吸をします。ゆっくり深く吸ってゆっくり吐きましょう。肩の力が入らないように意識しましょう。お疲れ様でした、今回は自律神経を整えて、メンタルを安定させるストレッチを紹介しました。皆さんいかがでしたか？毎日続けることで肩甲骨周りがほぐれて姿勢も良くなりますし、呼吸もねしやすくなって、自律神経が整って毎日笑顔で過ごせると思います。ぜひ健康のためにもね、毎日の習慣として取り入れてもらえたら嬉しいなと思います。ストレッチをした日の記録を残したり、目標を決めて書くことでモチベーションアップにもつながると思いますので、そして習慣化もしやすくなりますので、ぜひコメント欄に書いてみてください。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたね。バイバーイ。